ボスニア・ヘルツェゴビナ国立博物館にあるステチュシの正面セルビアのペルチャツ近くにあるステチャクネクロポリストラビュニアのジュッパーであったグルデシャのステチュシに刻まれた文字。発見されたステチュシの中でも最古のものステチュスステチッツィ、ステッドクッツはボスニア・ヘルツェゴビナや中世にボスニア王国の領域であったクロアチア、モンテネグロ。 セルビアとボスニア・ヘルツェゴビナの国境付近に散在する巨大な中世の母碑である。現代のボスニア・ヘルツェゴビナ国内ではおよそ6万が、クロアチアやセルビア、モンテネグロでは1万のステチュスが発見されている。ステチュスが現れ始めたのは11世紀のことで、これらがピークを迎えたのはオスマン帝国の支配により消える以前の14世紀や15世紀のことであった。ステチスの墓碑は、 中世のボスニニアア王国や当時担当されてていいたたボスス教会に属していたステチュスの墓碑のエピタフには、ボスニアキリル文字が記され、文字は、ボスニア教会のコミュニティで広く使われていた。ステチュスの最大のコレクションは、ヘルツェゴビナのマチストラツ近くのラディムリアにある。ステチュスは2016年に、ユネスコの世界遺産リストに正式登録された。ステチュス自体は、 古い語であるストジキャックの宿約形である動詞のスタヤティからで文字通り立っているものという意味になる。ステチツの特徴は母皮に様々な装飾がモチーフにされていることだが、これらは今日でも謎が秘められている。母皮には渦巻き状のものや連続したアーチ状の模様、ブドウの葉や実、太陽や三日月が現れている。偶意的なモチーフとして連続する鹿や、 伝統的な民族舞踊である頃狩猟、右手を上げたおそらく忠誠を誓う人のイメージなどが描かれている。一部の歴史家は、ボスニア教会は、ブルガリアのボゴミル派か他の二元論のグループ化で論争がある。他の説には、実際には、ボスニア教会は、カトリック教会のフランシスコ会修道士が創設したと明言されている。ステチス自体は、ボゴミルの 宗教コミュニティの遺物ではなく、もともと、ボスニア教会ものであるが土着の宗教の神話や、儀式が残っていたり、地元のスラブ人貴族の地位を示した紋章のシンボルや、人々の行為が廃されるなど、特定の信仰に属するというよりは、ボスニアの文化現象を反映している。今日、多くのステチスは、サラエボの国立博物館の庭園などに展示されている。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。